昨年はまあ、講義中心、まあ、少し議論もさせていただきましたけれども、ということで、まあ、これもコロナ禍の影響でそういう形でやらせていただいて、今年は皆さんでの話し合い中心ということで、今後もですね、皆さん自身、いろいろと工夫をされていると思います。それを今後も生かしていただいて、ウィズコロナまだ続くかもしれませんので、ぜひ活動を続けていただければ、私どもとしてはありがたいなというふうに思っております。発表の中でも高齢化だとか皆さんのメンバーがなかなか集まらないという話があったと思いますけれども、子どもたちに対するやっぱり講座だとかいろんな意味での働きかけ、これがこれからもうちょっと必要になってくるのかなというのを感じてます。やっぱり子どもたちを育てる、そういったこともですね、皆さん方、まあ、もう今もやっていただきたいと思いますけども、ぜひお力を貸していただきたいというふうに思います。それとやっぱり大切なのは、皆さん方が楽しんでいただくということだろうなと、それが第一だろうなというふうに思います。地域のために頑張っていただいている、大変頼もしくて、頼りになるわけでございますけども、やはり皆様方も自身も楽しんでやっていただけるような活動にしていただきたい。そのために我々がどういう支援ができるかということになりますので、また私どもの方にもいろんなご要望等をお寄せいただければありがたいなというふうに思っております。